茂木大臣の話だったらバーターするんですか、他のことと。おかしいじゃないですか。他のこととバーターをするような話じゃない、根幹の話ですよ、為替というのは。したがって、手の内を示す、示さないということじゃなくて、為替については根幹のことであって、これについてはしっかりと我々としては、協議はするけれども、この無入信は、為替条項ということで文書に入れようとしてるんです。議論はするけれども、こういう条項については入れないと。なんで明確に言えないんですか。茂木財務大臣、麻生太郎さん。ムニューシン、スティーブン・ムニューシンっていう人と、まあ、2年近くやってますけれども、ムニューシンから為替の話を直接言われたことは、ただの一度もありません。これが事実である、事実である。直接言われたことは、外でしゃべるのは、今の方は、いや、全部外に向かってしゃべられますけど、それを直接私に面と向かって、これでどうだと言われたことはありません。基本的にこの人もいわゆる銀行、金融関係から来られた方ですからね、背景が。したがって、いわゆる為替というものはマーケットに任せてしかるべきで、不当に政府が介入するとね、いかがなものかということに関しては、双方で十分理解しています。その上で議会がありますから、こちらの場合はね、いろいろ言われるのに対してどう対応するかというのは、それは大変なことです。前原さん。甘いですね。全くもっと甘い。自分は直接言われていない。そして為替というのは当たり前のことで、そういうものはマーケットで決まるものだと。それだったら明確に為替条項をこの協定の中で入れるなんて言いませんよ。